このビデオの指示は、薬とは関係のない人を対象としています。私たちは、緊急時に適切に行動することを支援し、損傷した指や手足の一部を救う機会を得ることを願っています。外傷の結果として、外傷性切断は、指骨またはコースの一部でも行われた場合、あなたは冷静残り、6つのアクションのアルゴリズムを実行する必要があります。一時的に出血を止め、ナプキンで手を押す。ショックの発生を防止するために、水平面上の被害者、及びそれをカバーする何かを築きます。あなたの国の救急医療サービスからすぐに助けを求めてください。一時的に出血を止めるために、それに適し厚いゴムバンドまたは文字列を止血帯を適用します。ターンスタイル申請の時期を示すラベルを添付する必要があります。切断された指節子または四肢の一部分は湿ったアイロンをかけたナプキンで包み、図紙の方法で氷パックに入れる。この方法は、身体の切断された部分の凍結につながることはありません。次に、損傷した四肢の損傷を 3% 過酸化水素溶液で処置し、滅菌包帯を適用する。その後、身体の切断された部分を縫う最も近い病院にあなたを連れて行く救急車両団の到着前でさえ、書類、個人的な財産、お金を集める。だから、もう一度繰り返そう。一時停止出血を実行し、強力にハンドタオルを押してください。ショックの発生を防ぐために、被害者を水平な面に置き、何かで覆います。すぐに電話で緊急医療援助を受けてください。-119。一時的な出血を避け、厚いゴムバンドやロープがこれに適しています。時間止血帯にラベルをつけることが必要です。切断された指節または四肢の一部は湿ったナプキンに包み、図紙の方法で氷パックに入れてください。この方法は、身体の切断された部分の凍結につながることはありません。次に、損傷した四肢の損傷を 3% 過酸化水素溶液で処置し、滅菌包帯を適用する。その後、身体の切断された部分を縫う最も近い病院にあなたを連れて行く救急車両団の到着前でさえ、書類、個人的な財産、お金を集める。このビデオがあなたを助け、あなたの親戚や友人が手足の切断された部分を保存することを願っています。私たちはひどい電子アクセントとジューガルからの翻訳をお詫び申し上げます。日本のスピーチは世界で最も難しい。私たちのビデオを見ていただきありがとうございます。Y 音ゆうていのチャンネル、スカイネを購読する。